い山奥の村に、模索と美濃吉という親子の漁師がおりましたそうな。ある秋も深い日のこと、模索と美濃吉は連れ立って山へ漁に出かけました。ところがどういうわけかその日はなかなか獲物が見つからず、二人はどんどん山奥へと入って行きました。とっさま、雪だ。こりゃ人割れするかもしれんぞ。ひとまず山小屋へ急いだ方がええぞ。山の天気は変わりやすく、模索の言葉が終わるか終わらないうちに、冷たい風に乗って雪つぶてが激しく荒れ狂い、やがて吹雪となって雪が周りの山々を白く覆い隠してゆきました。やっと人心地がついた。今夜はここで泊まりだな。昼の疲れが出たのか、父親の模索はぐっすりと寝入ってしまいましたが、美濃吉は激しく吹きつける吹雪の音になぜか寝つかれませんでした。美濃吉がふと目を覚ますと、そこには美しい娘が一人美濃吉のそばに立っておりました。不思議なことに美濃吉が誰だと叫ぼうとしたのですが、声も出なければ体も身動きできなくなっていたのでした。娘はやがて模索のそばへ近寄り、何やら白い息を模索の顔に吹きかけておりましたが、美濃吉は身動きできないままただそれをじっと見つめているほかにありませんでした。今見たことを決して人に言ってはいけませんよ。もし言った時にはお前の命はありません。お前はまだあまりにも若いから。命だけは助けてあげるのです。一陣の吹雪が小屋の中を吹き抜けていった後には、先ほどの娘の姿もかき消えておりました。とっさま、とっさま、とっさまよ。美濃吉のとっさまはこうして亡くなってしまいました。美濃吉は村人たちの手を借りて泣く泣く延べ送りを済ませたのでした。とっさまに亡くなられてみれば、親一人子一人の暮らしでしたから、美濃吉は一人ぼっちの寂しい暮らしを過ごさねばなりませんでした。そうして一年の月日が過ぎたある夜のこと、旅の者でございますが、道に迷って困っております。どうか一晩泊めてくださいませんか。
そうか、そりゃ困ったな。だどもおら一人もんで止めるわけにはいかねえ。他の家へ行ってくれんか。どうした？どうもごちそうさまでございました。あ、よかったな。飯が食えればもう大丈夫だ。よかったよかった。娘の名はおゆきと言いました。やがて元気を取り戻し、すっかり打ち解けて身の上話をするうち、おゆきがどこにも身寄りのない身の上であることが分かりました。そこで美濃吉はおゆきに頼んで嫁さんになってもらうことにしました。それから二人の間には次々と子供が生まれ、幸せな日々が続きました。おゆきは子供を何人も産んだというのに、やつれもせず、相変わらず来た時のままの美しさでした。こうしていい嫁さんに巡り会えた美濃吉は、毎日深い山々へ分け入り、狩りに精を出す日々を送っていました。そうして村にはまた吹雪の季節がやってきました。よう吹雪の。思い出すでよ、あの晩のこと。あの晩のこと。とっさまが死んだ晩のことじゃ。とっさまはよ、美濃吉はもう何年も昔のことになる。あの山小屋での出来事、初めて口に出しました。なども不思議じゃな。あの時小屋に現れた女がおゆき、お前にそっくりなんじゃよ。雪のように白い顔で、真っ黒い長い髪を後ろで結んで、唇だけが赤い。あれはもしかしたら俺は雪女ではねえかと思うが。とうとうお前様は言いましたね。あれほど言ってはいけないと言っておいたのに。おゆき、おめえは。お前様の言う通り、私は雪女です。今はもう子供たちもいるから命は取らないけど、これで私たちもお別れです。ゆき、ゆき。
うして吹雪とともに消えていったお雪の姿は二度と巳之吉や子供たちの前に現れることはなかったということです。ただ外には激しい吹雪だけが待っておりました。